入社した覚えがない。俺が今勤めてる会社がなぞ。もう勤めて4年になるが、入社した覚えがない。パラレル系の話。以前は T 系列の自動車部品工場で派遣で仕事してた。そこで親会社の T の業績が一時的に落ちて、派遣は3ヶ月後に全員解雇されることになったので、就職活動を始めた。派遣の前は DTP やウェブデザインの仕事していたので、その手の職を希望していた。年齢もあってなかなか厳しい手応えで、一月後にやっと一件面接してもらえることになった。女社長の会社で家から徒歩10分の工場兼、即戦力を求めて経験者優遇だったが、残念ながら不採用通知が来た。仕方なく残りの2ヶ月、仕事の合間に就職活動をしていたが、とうとう次の仕事が見つからないうちに解雇の日が来た。まあ、しょうがないので2、3日ゆっくりしてから仕事探し再開するか、と諦めた。そして5月1日、のんびりにドネを満喫してたら携帯が鳴った。出てみると。あ、おはよう。寝坊した？昨日は遅くまでやってたみたいだけど、完成したの見たよ。〇〇さんが文字チェックとリンクチェックしてくれて問題ないって。今日は休む？それとも出てくる？と、聞き覚えのある女の声で早口でまくし立てる。声の主は前述の女社長。実はこの人近所のスーパーとかでよくばったり会って、話しかけられてた。就職活動してる？とか、調子はどう？とか、よく落とした相手に話しかけられるな、と思ってた。話戻すが、電話の問いかけに、つい、出ます？と答えてしまった。すると、今日は打ち合わせだけで営業は15時にしか帰ってこないから、君は午後からのんびり出てきていいからね。と一方的に電話が切れた。わけがわからず、スーツ着てネクタイ締めて午後1でその会社に行ってみた。ワンフロアの会社で、面接の時は入り口付近のパーテーションに通されたが、奥に社長の姿が見えたのでそこまで行ってみた。俺の顔見た社長は、早かったね。どしたの？ネクタイ締めて、笑。あ、遅刻したお詫びみたいなもん？と、笑ってた。俺はまだよくわかってない。じゃあ、データ整理と共有サーバーにバックアップしといて。と言われ、自分の席を探す。空席は結構あったが、社長の前のブロックにパソコンに向かう6人がいて、一席空いてた。近づくと俺の席だとわかった。iMac とノートパソコンが俺好みの配置。さらに決定的なのが机にはマウスがない。他の席の Mac とパソコンにはそれぞれマウスがあるが、その席だけマジックパッドが置いてある。恐る恐る座り、iMac の電源を入れる。ユーザー ID はアドミンと俺の名前。俺の名前を選択し、いつも俺が使用するパスを入れてみる。通った、やっぱり俺の席らしい。Mac のデスクトップにはでかいアイコンが2つしかない。HD と書類ホルダのみ、デスクトップになるべくアイコンを置かない主義。書類ホルダ内の分け方もちょっと特徴があってすぐわかる。俺のだ。進行中ホルダ内に一つだけホルダがあって、中のいられファイルを開いてみる。デザインに見覚えはないが、作る特徴、レイヤー分け、スボッチ内の配色など本来どうでもいい部分が全て俺の特徴と一致。間違いなく社長の言う通り、前日遅くまでここで仕事してたんだろう。でも俺の記憶では、前日は A 工場で皆と解散と別れを惜しんでた。と、こんな感じで今の会社にいる。最初はどうしようとか思ってたが、サーバーパスや仕事に必要な情報はステッキーズに書いてたし、保険証もその翌月発行されたし、対人関係に関しても、みな社員証下げてるから名前はわかるので問題なし、かっこ俺の社員証は翌月発行された。当時は名札が机に置いてあって出社してからつけてた。ただ、人との距離感は最初難しかったけど、一週間ぐらいでつかめた。世界が変わってもなんとかなるもんだ、わら。一番気になるのは前述のウェブデザインをした俺はどこにいるんだろう？パラレルワールドを移動するのは思いの強さってのを聞いたことがある。よっぽどその会社に入りたかったのかな？世界は変わってしまったみたいだけど、結果的にはめでたしめでたしですね。こういう場合、もともとその世界にいた自分と世界が入れ替わる感じなのでしょうか？そうだとするとウェブデザインした俺さんはいきなり失業者になったと？